ロタール2世は、中部フランク王国の国王ロタール1世の、次男であり、中部フランク王国から分裂したロタリンギアの王で、ある。855年、父ロタール1世は死に際し、自らの領地と皇帝位を3人の息子に分割する、ことを決めた。次男であったロタールは、アーヘンを含むフリースラントから、北部、ブルグントに至るロタリンギアの地を与えられることとなった。 863年に弟シャルルが相続人なく死去したため、ロタール2世と兄皇帝ロドビコ2世は、シャルルの領地を分割することとし、ロタール2世は、リヨン、ビエンヌ、グルノーブル死去管区を得た。855年に、ボゾンキのアルルハクボソ3世の娘テウトベルガと結婚した。しかし、精妻のテウトベルガとの間に子供を得られなかったので、彼女に、 近親者との不義密を告白させて、これと離縁し、愛称のワルトラーだと結婚しようと企てたが、ローマ教皇ニコラウス一世以来の反対に相果たせなかった。867年に、ニコラウス一世が死去、兄ロドビコ二世夫妻の仲介で公認のハドリアヌス二世との会見を果たし、離婚問題が再審議されることとなったが、それがなされる前の869年8月、 書士のみを残して、ピアチェンツァで死去した。ロタールの死は、メルセン条約のきっかけとなった。なお、ロタリンギやフランス語で言うロレーヌ、ドイツ語で言うロートリンゲンタイという地名は、ラテン語のローセリレグナムから来ており、彼の名前に由来している。愛称のワルトラーダとの間に一男三女の書士を、設けた。ありがとうございます。